ごきげんよう、マナトです。普段のフォークロア、夜の学校です。フォーチュンライン、いよいよですね、高村優さんを苦しめているそのフォーチュンラインの回が何なのかっていう答え合わせのような段階まで参りました。で、前回のところで、今まで集めた情報をもとに消去法で、まあ、多分こうなんじゃないかなっていう選択肢を選んでですね、参りまして、で、それで最後にさくやちゃんがフォーチュンラインを自分で試したいから、カレンちゃん手伝ってっていうところで、夜の学校のシーンになったところです。まあ私の選んだあの消去法のね、あの選択肢が合ってるかどうかも含めてちょっとドキドキの今回なんですが、果たしてそのフォーチュンラインを自分で試すというさくやちゃんの意図しているところ、その真意とはというところも見どころかなと。はい、ではやっていきます。淡く青い月光に照らされ、自分がまるで死んでいるようだと思えた。窓から降る青い月の光は何もかも白く漂白し、その無機質な白へと淡い青の色の束を降り注がせ、世界を一色に染め上げていた。窓に映る青白い肌の女は死人のように見える。この儀式を行う者は皆同じ思いだったのだろうかと無双した。フォーチュンラインの儀式に向かう者たちは皆己が死んでいるような気持ちになったのかと。いな、儀式を行うために一時的にでも死人になる必要があるのだろうと思い立った。これは必要な心持ちなのだと。なぜなら儀式を失敗し誤った者はその者にとって一番恐ろしい者と出会うのだから。それがすでに亡くなっているにすれ、まだ存命するにせよ、儀式を誤ったその場に影のように湧いて出るのなら、それはもう人ではないのだろう。だからこそ真夜中の12時、そして己が行く中で最も高い場所で行うという意味合いがあるのだと今更ながら知った。全身に月光を浴びなければならない。死と停止を意味する月の光をまんべんなく体へと降り注がせる必要があるのだ。そこまで考える。風のない真夏の夜は蒸し暑くはあったけれど、降り注ぐ青い月光が不快な気持ちを無惨させていた。屋上の中頃まで歩み立ち止まると、月へと表を上げる。シャワーを浴びるように月の光で己を漂白させると、おもむろに携帯を取り出す。そして儀式の手順通りに4人の友人たちへフォーチュンラインのアドレスを貼り送信する。しばしの時を待つと、登録してないアドレスから空メールが送られてきた。お、ここまではうまくいっている。願い事を打ち込み、その登録されていないアドレスへと送信した。送った先からそんなアドレスはないと、間違いだと送り返されるかと思いながら、ただ月明かりの中佇んでいた。そしてゆっくりと流れる雲が月明かりを遮った刹那、せない視線が、気配がにじみ、私はようやく高村優でなく九段昨夜へ戻ることができた。屋上へ現れた高村優の亡き母へと看板に振り返り、束ねていた髪を下ろす。私を高村優だと思っていたであろう彼女の顔は、月明かりが消え失せ闇をまとい見えはしなかったけれども、
ようやく会えたな。ああ。私の顔を、声を聞き、困惑した気配だけは気取れた。そして、屋上の扉には鍵がかかってる。無駄だぜ。閉じ込めた。ドアの傍らに佇む亡霊は、私の言葉を無視し、手をドアノブへとかける。だが、理解したな。しばらくあんたには、私の長い話に付き合ってもらわなくちゃならない。ということは？首を勇めそう告げる。ドアノブから手を離した亡霊は、私へと向き合い、確認することはできないが、また浮空気で分かった。死人のような目で見つめている。このフォーチュンラインの解決をレンに頼まれた時、はじめ指針を見出すことができなかった。それは敵の存在だ。この儀式では失敗した場合、自分が最も恐れているものと会う。それは儀式を行う者によってどんな相手にもなり得る。対処のしようがないと思ったけれど。亡霊から目を離さず、舌で唇を湿らす。面倒だが、手順通りにしなければならない。高村優だけを救うだけでは足りないのだ。ああ、それはこの敵に対して。物事を単純に考えた。フォーチュンラインというフォークロアから個人的な枠組みへ。フォーチュンラインがどうとかの前に、高村優が害されなければいけない理由を考えた。うん。人が人を害し貶めようとするのは、金、愛憎、もしくはどうしても明かされたくない動機を隠そうとする場合かのどれかだ。どうしても明かされたくない動機を隠そうとする場合。じっと微動だにしない亡霊へ。高村優を調べた際に、金はない、愛憎も浮いた話はなかった。だとすれば、明かされたくない動機があるだろうと考えた、と続けた。その線で調べた結果、一つ見つけることができた。明かされたくない動機、彼女へ恨みを持つ相手が。その相手はとある一件を経て、高村優を決して許してはならないと激情を抱いた。ほう。そして運悪くあることを知ってしまったことで、復讐が叶うことを知った。そのあることとは二つある。一つは、フォーチュンラインを高村優が行うというのを聞いたこと。そしてもう一つは、母親の姿を写真で見ることができたこと。そして二つ目は、高村優が亡き母親を恐れているのを耳にしたことだ。ああ月光に照らされ語る。高村優がわがままから自分の母を死に追いやったと、今でも心に傷を負っていること。そして罪悪感を抱えながらも、好きだった母親の写真を生徒手帳に入れていることを。ここまでわかればあとは単純、消去法だ。高村がフォーチュンラインを行うのを知っていて、母の死を負い目に感じていること、そして生徒手帳に忍ばせてある母の写真を見せてもらったことがあるもの。うん。その3つの条件を兼ね備えている犯人像は4人の親友たちだけ。やっぱりそこですよね。そこに絞られる。その中で初めて亡霊が揺らぎ、まとった空気が一段薄くなったかのように見えた。私は告げる。甲田忍、久遠翔子、常川明、河野舞の名を。その4人の親友たちが、このフォーチュンラインを利用した復讐劇を演じることができる者たちだ。その中から今度の一件を引き起こせる者を調べた。まあ全員アリバイはなかったから、皆平等に犯人候補に変わりはなかったわけだが。アリバイがなくて、逆にみんなアリバイがないってちょっと新鮮ですね。ふっと亡霊のある箇所へ目を向ける。私が違和感を得たことだ。ロケットをしてない。今度の一件を調べるうちに、ある疑問を感じた。それは、高村優を怯えさせるために
亡き母を演じなければならない。これは道理だ。だがその母親の姿を真似するのに、写真を目にしていたというのに用意していなかったものが一つある。やっぱロケットですね。高村から貸してもらった写真を取り出し、指を差し口頭で確認する。幅広の帽子、花柄のワンピース、そしてロケットのペンダント。亡き母の姿をする上でこれは必須だと。そう、今もつけてないよな。いや、つけられなかったんだ。となると一人だけブレスレットをしていなかったあの子がかな。違うかな。たじろぐ亡霊へ雲間が切れ出し、月光が差していくのをその身に受けながら、私は口を開く。神秘学部で話を聞いた時から妙に思っていた。親友だってのに一人お揃いのブレスレットをしていないこと。ビンゴー。アクセサリーが苦手だって話していたようだが、実際はそうじゃない。部活にも支障が出るだろうから黙っていたんだろうが、金属アレルギーだそうだな。あー、だから似せるための小道具でロケットだけは用意できなかった。身につけることができなかった。あー、そうか、花粉症アレルギー、そこで気づいたんだ。そうだよな、河野真由。刹那、虫の音が途絶え、風が止み、全てが静止したかに思えた。もっともこれは私の心象風景がそう見せているだけだが、真実、止まった情景の中で唯一月光だけは雲が途切れたことで青白く白々とした光が降り、帽子を深くかぶり亡き母を模した河野真由の素顔を晒した。月の光にさらされた表情から感情はうかがい知ることはできなかったが、月の光が亡霊を模した河野真由の肌を照らし、生めかしく彩っていた。屋上の扉が開く音が聞こえ、ちょうどいい頃合いだと心の中で白衣を褒める。河野真由へ言った屋上の扉には鍵がかかっているはもちろん私がしたわけじゃない。河野真由が見ていたというのにそんな離れ技はできない。理由は単純単純、信じたくはなかった。あ、みんな来てた。あー、カレンちゃんだけかと思ってたら、あー、そして高村優さん本人も連れてきちゃったか。当事者である高村優を連れ立った東カレンが私を河野真由を見合った。そう、レンへ河村真由が逃げ出せないように扉の向こう側からドアノブを回せないよう握っていてもらったのだ。しかし、そうでしょう、そんな、レンの独断だろう。ユウだけではなく親友3人も屋上へ連れ立ち、勇気のように佇む彼女を見つめた。本当この3人まで来てるのは予想外。どうしてこんな真似をした。ユウをなぜそれほど憎む。高村を支えるレンの言葉に彼女は答えない。当事者である高村は戸惑い、友人たちは戸惑いながら動機へと徐々に変わっていった。動機は最も分かりやすいもの、復讐だよ。復讐、かつていじめ、いじめのことかな。いじめのこと、かつていじめられていた。いじめ、河野真由にはいじめられ引きこもったいとこがいた。それが今回のフォーチュンラインを行い高村を返した理由だ。あ、本人じゃない、いとこ。私がつけた言葉にレンはそういえば心情書の下りで聞いたかとつぶやく。そしてそのつぶやきを気にして沈黙が横たわった。青白い月の光に照らされ河野真由は死人の目で高村優を、私をじゅんぐりに見た。何もかも分かっているんですね。ああ、点と点をつないだ結果大体の筋道は見えた。なあ高村、
お前、宮部真冬って子を覚えているか？宮部？小首をかしげる彼女へ、甲野真由は静かに激高した。中学時代にあなたたちと同じソフトボール部に所属していた部員、ユウもあなたたちも覚えていないの？問う彼女へ、甲田忍がぽつりと。そういえば部活がきついってやめた子じゃない？ああ、部活にも来なくなって学校にも来なくなった。口々に言う元親友を見、眠つける。怒りの青白い炎が見えた彼女たちは一様に口を結んだ。優がその宮部さんをいじめたのか、という線を私も想像しました。私そんなことしてません。見て見ぬふりをしたことかな。だがこれほどのことをしでかした以上、何かをしたのだろうと蓮の目が訴えていた。本当です。いじめなんてそんなこと、同級生だったし、例えばしごきみたいなことだって。ええ、そういったことはしていなかった。あれ？硬質な声に肯定され、鉛を含んだかのように黙り込む。だが私は真冬へ相談を受けていたの。部の監督がエコひいきをするタイプで、どれだけ努力しても認められず、ほんの少しの意見をしただけでありえないほどのしごきをしたって。だったらそのコーチへ復讐しろって。私はね、真冬へ行ったわ。何も、家を出るときに涙がこぼれるよ、追い込まれてまで部を続けることはないって。何度も説得して、ようやく真冬もそれに同意した。でも思い出したみたいね。優はそのコーチのお気に入りだった。だからコーチから頼まれて自主休校していた真冬の家へ行き、学校へ部へ出るように促して連れて行った。それはでも、あなたのやったことは傍から見たら善行だったかもしれない。登校拒否をしていた子を学校に連れ出し、前のように部へ戻したのだから。でも当人にとっては、まあそうか、高村優さんだったから余計に。ぐっと唇を噛む。正気のない表情だが、その仕草には見ているこちらの胸が塞ぐほどの無念が込められていた。コーチの態度は前と変わらなかった。絶望した真冬はやめたいと言ったけれど、優はみんなの前で説得したよね。あの子がもう一度やるというまで何度も何度も説得して。良かれと思ったことが逆にどんどん。そして結局真冬は壊れたのだと告げる。みんなも知っているよね。その後ずるずる部を続けた結果、過度なしごきから剣を切って今度こそやめていった。それからあの子は引きこもったまま。それが復讐を決意させた。蓮の言葉が中空を漂う。私は青白く恨みの炎を向ける河野へ、そして蓮を順繰りに見やり、半分正解で半分誤りだという。河野は中学時代の部でのことを宮部真冬から聞いていた。体育科に入りソフト部に入った際に顛末を聞いていた河野は、高村を含む3人のことをすでに知っていたんだろう。だがその時から復讐を目論んでいたとは考えにくい。さっきも言ったように、直接的な恨みはそのしごきを行ったコーチへ初め向けられていたんだろうよ。高村のしたことは
一応全校だしな。まあね、まあね。だったらなぜ？そこですよ。なぜこのような今回みたいなことに。お前たちが話しただろう。高村は正義感が強かったって。食堂で5人で食事をしていた時にって話してくれたよな。あの時テレビで校内いじめの報道が流れてて、それで優がすごい怒って。そこまで話した甲田は、いいな、友人たち4人は察したのだろう。甲の眉へ痛みをこらえるような目を向けたのだ。真冬から話は聞いていたけれど、結果は最悪だったけど、善意からみんなしてくれたことだってその日までは飲み込んでいた。でもあの日テレビでのいじめ問題で、まるで人ごとみたいに憤っていた優が許せなかった。優があの子を追い詰めたのに。己が良かれと思ったことで引き起こした最悪の結果、それをまるで忘れたかのようにひどいと憤る高村を許せなかったのだ。飲み込んでいた怒りが溢れ出し、そして折悪くフォーチュンラインの件を知ってしまった。でもそれは何。今まで忘れていたという罪の意識が口を閉ざさせる。一番気の強い秋ですら何も言えず地面を睨む。世界が静止したかのような静寂の中、うめくような声が聞こえ、ごめんなさい。振り絞るようにつぶやかれた琴の葉。声は震え、今にも泣き出しそうな高村は、だが泣くのは卑怯だと拳を握り再度謝る。宮部さんのことを忘れていてごめんなさい。私、母のことがあってからずっといい子でいなくちゃと思っていた。ああ、それが正義感の。自分が母が誇れるような娘でいなければって。だからコーチに言われるまま宮部さんの意思をろくに聞かないで、あんな真似をしてしまった。皆の前で説得したら気の弱い彼女がうなずくと分かっていたのにと腕を抱えはがみする。ごめんなさいなんて言葉で許されるとは思わないけれど、でも本当にごめんなさい。私、宮部さんへ謝りたい。月光に照らされた高村の言葉は真実を語っている。本当の意味で後悔している、そう聞こえた。河野は静かに月光していた表情からどこか物悲しさとも取れる顔つきへと変わっていた。私は蓮へと目配せし、加害者がいくら反省したところで被害者が素直に言葉を受け取ってくれるとは限らない。そうね、私も今宮部さん本人の前に仮に今の高村優さんが言って謝っても、多分まず扉ってか、まあ、物理的に家の中にも入れてくれないし、顔も合わせてくれないんじゃないかなっていうのを想像してたんですよ。そうですよね。サク。だが高村も河野も互いに被害者であり加害者だ。どちらも触れられたくない傷を互いにえぐった。そうだろう。知ってか知らずか。河野は弱々しい視線で高村を見つめる。刹那視線が絡み合うと、すぐさま互いに視線を斧が足元へと向けた。喧嘩ってのはやりすぎはダメだ。お互い五分と五分じゃなきゃな。お前らはどちらも同じくらいに傷を負った。アンフェアなのは殴れなかった宮部真冬だけだ。
宮部真冬の名を聞くと、そろそろと高村は視線を上げ、河野の名を呼んだ。そして、今更かもしれないけれど、宮部さんへ謝ってもいいかな。会うのを許してくれる。私もコーチがひどいなじり方をしているのを見てて、私も黙っていた。だからお願い。いい子たちだな。叫ぶ彼女らへ刹那ひどく苛立ち、そして信じられないほど悲しい顔をする。だが私はね、優をみんなのことを今でも友達だと思っている。だから許せなかった。そうだったよね、ごめん。でも私から真冬にみんなともう一度会えるか、仲間になれるか聞いてみる。嫌だって言われるかもしれないけど、でも何度もみんなが謝ってくれれば、あの子ももう一度前を向けるかもしれない。高村の件だけでない、河野の気持ちも全てとは言わないが幾分ほだされた。私は蓮へ目配せすると、蓮は声を出さずにありがとうと私へ告げた。そして東可憐は高村優の、高田忍の、久遠翔子の、常川亜希の、甲の前の頭を一人一人抱き、大型犬を撫でるようにかき回した。ボサボサになった髪をそのままに、後輩たちは確かに笑顔を作った。カレンが先輩風を吹かし、後輩たちへ話すのを耳にしながら思った。全てが丸く収まったわけじゃない。現実は映画と違う。わだかまりが一瞬でほぐれることはない。けれど、前を向いたことだけはわかる。亀の歩みだろうが、少しずつ4人の関係は新しく、腹を割ったものになっていくだろう。なんとかうまくいったことに安堵し、月光を見上げ、真上に鎮座し、何も言わぬままに見下ろす青く白く輝く月を眺めた。うん。スカートの中で携帯が震え、いい気分の時に邪魔しやがってと手に取ると。あ、願い事か。あ、フォーチュンライン。きちんと手順を踏んだフォーチュンラインからの返信は、あなたの願いは成就されますだった。私は恐々と、だが確かに目を合わせ言葉を交わしている4人を眺めると、案外このフォークロアも悪くないな。うん。何を願ったんでしょう。仲直りしてくれますようにとか。願いが叶ったことにそうつぶやいたのだった。というところで今回はここまでとさせていただきたいと思います。深い深かった。あー、そうか、という天末という真相だったわけですね。あー、単純に被害者がその直に復讐を遂げるんじゃなくて、被害者が別にいて、でその子の代わりに復
讐をっていうのがまたミソですよね。直接謝れるかどうかわからない、届くかどうかわからないところ、河野真由さん、そうか、真冬さんのために、直にその姿を見てるだけあって悲しみもひとしおですよね。怒りもひとしおで、自分はまた高村優さんたちとは友達だし大事にも思ってるけど許せないところもあってっていう、苦しかったでしょうね。いやー、朔也ちゃんが本当にうまいことをそこを見抜いて、どちらか片方側だけを責めるじゃなくて、お互いのそのわだかまっていたところも流れるな、とっても上手な理想的な形で、フォーチュンラインか、あなたの願いは成就される。そうか、やってるですね。もう見ててなんかちょっと一部うるっときちゃって、読んでて声が変なところがあったなって思ったんですけど、まあごめんなさい。どうなるんでしょうね、その後真冬さんに思いが通じてみんな仲良くなれるといいな。というお話でしたね。いや、もうカレンちゃんの先輩してるところがまたちょっとうるっときちゃって、いい話だったな、切なかった。はい、という感じなんですが、次回はそのフォーチュンラインそのものの顛末ですかね、締めの話になっていくんじゃないかと思います。とりあえず消去法で消していった推理が合っていたのはよかった。よかったよかったですね。はい、というなんだかあったかいような切ないような、でもまあよかったねっていうこの思いで次回へバトンを渡していきたいと思います。それではここまでご覧いただきましてありがとうございました。マナトでございました。ありがとうございました。友達。